どうも、こんにちは、竹下敦です。今日ね、黒沢音楽教室の、池袋校にて、沢井真理子先生の、ボイストレーニングを受けてまいりました。はい。結論からね、申し上げますとね、非常に有意義な時間でした。私ね、根本的に勘違いをしていたんですが、トレーニングっていうぐらいですから、口の中の使い方を、筋力をアップしないとダメですと。で、僕のね、歌い方は歌ったんですが、音痴ではないと。で、十分に歌えていると。ただし、その僕がやりたいことっていうのは、女性のボーカリストに楽曲を提供したいわけです。そのためのデモテープを作るのに、まあ、デモテープは今だとテープって言わないか、デモトラックを作るのに、いくらなんでも歌唱力が不足していて、こう歌ってくださいっていうのが伝えられないんですよ、というのを説明したんですね。そうしましたところ、なのであればぜひレッスン続けてくださいと。まあね、向こうの方もお仕事ですから、そういうおっしゃるのは当然かと思うんですが、褒めてくださったのはね、まあ私が立ってこう歌うわけですよ。その姿がとてもかっこいいと。で、それはね、練習では身につかないもので、立ち振る舞いとかね、そういうのは天性なものだから、天性にかっこいいと、オーラがある、スター性がある。まあ、たくさん褒めていただきまして、いや先生そんなこと言うと調子に乗っちゃいますよって言ったら、いや調子に乗っていいレベルで、外見とかね、声質とかはもう天性のものだから、絶対練習した方がいいです、絶対うまくいきますからって言われて、調子に乗りまして、口の下の使い方ね、よくローリングストーンズさんの舌がーって出すじゃないですか。それが足りないと。まあ、結局は口をもっと動かしなさいと。口をサボっちゃダメなんですね。で、先生が見本で見せてくれたんですけど、やっぱりね、滑舌がいいっていうか、口がちゃんと動いてるんですよ。もごもごしてない。テキパキ、パキパキ。本当にハキハキした方でね、ちょっとなんていうんですか、女性のなよなよした感じじゃなくて、パシパシパシってしてるんですよ。で、僕が歌うんですけど、僕もそこそこステージ慣れしてるんで、はい来ますよ、タララララン、タララララン、タラララランって言っても、それでおーおーおーって歌うわけですよ。そうすると先生の目がピッとピッってなるんですよ。まあ、こやつやるなみたいな。で、どこら辺まで音が出るかね、ダラララン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 ってやるんですけど、まあ相当男性にしては高い方まで、高域までね、音が出ますけど、せっかくそれぐらいまで出るなら自分で歌った方がいいですよって言われたんですけど、そこまではね、自分でもね、実力があるとは思ってないんですよ。あくまで女性ボーカルに楽曲する提供するためのって思ってるんですけど、そのね、先生のお仕事っていうのがアイドル歌手とか、あと声優さんとか、そういう方が歌うわけです。まあ、多分そんなにうまくないんでしょうね。そういう方の仮歌というのがあるんですけど、まあ、こういうふうに歌うんですよっていうのを、説明するための先に仮歌っていうのを入れるわけです。オーケストラのね、トラックがあって、そこに先生が、こういうふうに歌うんですよっていうのを歌ってあげて、それを真似してそのアイドルさんとかが練習して本番に挑む、まあ、そういうのの仮歌なんかを入れるお仕事をされているそうです。もうこれはもうプロのミュージシャンですね。その方に、あなた歌った方がいいわよって、ステージ映えするしって言われたら、まあ調子に乗ってもいいじゃないですか、それぐらいは。それで譜面書けますかって言われたんで、まあ波長長のね、譜面だったら書けますって言ったら、それで全然構わないんで、
ぜひあのオリジナルの曲を譜面にして持ってきてくれたら一緒に歌えたらいいじゃないですかってちょっとお誘いを受けて、さらに調子に乗りましてで次回はね一緒に私のオリジナル曲を歌ってくださるということで、もう光栄なことです。次回ちょっとね予定が今のところ、先生の方から曜日の指定があってこの日でしたら空いてますよっていうのをおっしゃっていただいたんで、次回ねまたレッスン当然ねこれからも続けていくんですが、なかなかね方向性として自分で歌うっていうのはね、どうかなと思うんですけどね、プロのそういったボーカリストの方が自分で歌ってもいけるっていう風に言ってくださったんで、ちょっと調子に乗っちゃおうかななんて思ってます。本当にね皆様にはもうお耳汚しをしてお恥ずかしいんですが、トレーニング続けてね皆さんに楽しんでいただけるような、そういう、音楽家になりたいと思ってますんで、ちょっと長い目で見てやってください。それでは、竹下敦史でした。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。